さて始まりましたインターネット検索の旅。この動画はですね、現在9億以上もあると言われているインターネットのサイトを僕クルスが旅していくというものです。今日やってきたのは、まあ、昨日と同じくね、痛いニュース2チャンネルです。でここでちょっと面白いね記事を見つけたので、今日それを見ていきたいと思います。それはこちら、最近の絵本の画風がやばすぎると話題にということで、よくスーパーなんかで行くとね、くるくる回る本棚に、一冊はいくらぐらいなの？ 300 円ぐらいかな？なんかもっと高いのかな？あるじゃないですか。すごい薄い、世界の名作みたいなやつ。それの画風がね、なんか昔とね、今では結構違うっていう話らしいです。この絵を見ればわかるんですけど、1985年の人魚姫はまあね、こんな、だいたい僕もこんな感じの本で育った覚えがあります。それに対して2013年になると、あれこれなんか、どこぞのプリキュアなんとかみたいな、そんな感じに見えてきますよね。はい。まず目がおかしい。目がおかしいよね。中身こんな感じということで。まあ、すごい綺麗になってるよね。やっぱりその、CG っていうかね、コンピューターで多分これも書いてるんだろうけど、光の加減とかが、ね、全部コンピューターでできるようになったおかげで、やっぱりその昔よりその絵のね、こういったその、綺麗さはあるんだけど、ちょっとね、びっくりだよね。シンデレラも、1985年の当時のシンデレラはこんな感じ。で、今こんな感じ。あ、もうこれはさ、なんだっけ、なんか、目がすごいでかい。これもでかいけどさ、目がすごいでかい。キラリンレボリューションみたいな感じだよね、これ。絶対日曜日とかやってそうなんだけど。いけない、もう帰らなくちゃじゃねえし。王子様はまあだとしても、絵がすごいよね、もうね。白雪姫はどんな風に変わっちゃったの？あー、こうなったか。でもまあ、目がすごいでかくなってるけど、まあ、この進化はまあ、現代風かなっていうところはあるよね。そんなに違和感は覚えないかな。あとは、赤ずきん。この赤ずきんはでも、ちょっとしょぼすぎるけどね。1985年かな、これも。今こんな感じ。あー、これ一つの新しいアニメ始まったね、これね。これ新しいアニメ始まったでしょ、赤ずきんとか言って。これ絶対新しいの始まったから。ヘンゼルとグレーテルも、あー、これヘンゼルとグレーテルの、これもアニメ始まったな、多分これ。これ新しくアニメ始まったな。なんかちょっと昔の画風を意識しつつの、今風にしたアニメみたいな感じで、髪の毛のね、感じとかはちょっと昔っぽいところあるよね。このくしゃくしゃな感じが。大好きなお友達が絵本買い占めちゃう。キラキラしすぎ。いろいろと終わってる。まあ、終わってるかどうかはわかんないけど、昔のがあるからちょっと違和感感じるけど、これはこれでありかなと思うけどね。人魚姫はこれ何本かチン丸食っとるか。そんな顔はしてないでしょ。薄くて高い本が、はかどるな。みんなアニオタ向けのバカっぽい顔になった。キャバ嬢じゃんか。キャバ嬢。アニメ、アニオタ向け。そうかな。まだ今こういう画風が増えてるっていうことだよね、多分。だって、それってさ、別にさ、批判するようなことでもないよね。だって昔、1985年のさ、この絵本の絵がさ、あんな感じだったかもしんないけどさ、まあ、それがみんなね、普通だと思ってるかもしんないけど、あの当時はああいう絵がすごい多かったわけだからね。それを時代を追うごとに、その、流行りの絵みたい、画風みたいのが増えてきて、で、今はね、たまたまそのアニメとかっていう文化も、まあ、そうだね、浸透してきてるっていうか、ああいう絵が増えてきてるわけじゃん、こういう感じの絵が。だから、それに合わせて、絵本もこういう絵になっただけであって、別に悪い進化とか、こうやって批判するようなことでは全くないと思うんだけどね。人魚姫はやりすぎだろう。陸に上がる理由が不純な気がする。目をアホみたいにでかくするのなんなん？白組は企画もの AV にしか。なんだそれ。キャッシュを乗り越えて自動ポルノ。あ、キッチュ？キッチュってなんだ、キッチュって。シンデレラは日曜より朝に放送されてそうだったよね。これはとも確かに日曜の朝っぽい感じ。でも、さっき言ったように、その当時の画風ってあって、ねえ、1985年のああいう画風は、他のアニメとか漫画もあんなのがすごい多かったわけだから、別にね、何か文句を言うことではないと僕は思いますね。あ、なにこれ。絵の進化早いよな。ああ、そうだよね。まあ、絵の進化、そうだね。でも基本的にさ、最近のアニメでもさ、わざとちょっと絵を簡単に描いたりとかね、ってするのもあるけれども、まあ、絵うんぬんっていうのもそうだけど、アニメ自体の進化は著しいよね。
なんていうの、あのアニメのその描き方もそうだし、そのカメラワーク的なそういう技術面の、進化、あの光の当て方とか色のねっていう部分もあるし、まあそういう技術的なね進化は著しいんだけれども、話の内容としてのね進化がどうだかってところだよね、大事なのは。うん、まあでも僕としてはね、作品っていうのは常にそのね新しくなっていくもので、新しいものにはこう研究されたなりの要素が含まれてるかなっていう。例えばなんか昔の名作何が面白いのかって調べて、その面白い理由をね研究して、その分析されたデータが今の新しい作品に生かされてるんじゃないかなと思うから、まあね、あの昔のは良かった、昔のアニメ良かった、昔の曲が良かったっていうのとはちょっとそういう単純な、ね、意見は言えないかなって、まあふうに思います。ということでちょっと話がね、広くなってしまったんですけれども、今日はね最近の絵本の画風がやばすぎると話題にという、記事を見てきました。皆さんもねスーパーとか、本屋さんとか行った時にちょっとね、確認してみるのも面白いんじゃないでしょうか。それではまた明日会いましょう。じゃあね。